日本文化大学は東京都八王子市片倉町977番地に本部を置く日本の私立大学である。1978年に設置された大学の略称は日文、日文大。室町時代に創造された私学、法学、政治学を主とする学塾、白樹書院の第24代当主、荷川親屋は第二次大戦後の変革により、 日本の伝統、文化、秩序が失われていることに喪失を危惧し、ヨーロッパへ留学。帰国後、白樹書院の精神を受け継ぎ、日本本来の道徳的伝統と、伝統、英知、美風を継承し時代を背負う優秀な人材を育成する目的で見学される。開学から1990年代まで、全学生が制服を着る制度があった。 初代学長が学生が学ぶべき精神的規範として定めたものである。父母の慈愛や人々の真心の恩を温かく受け止めて、霊と義とを尊ぶ。清く明るく爽やかな心を養い、和と高しの心を保つ。重みと厚みのある学問を収め、正しい道を明らかにする。祖先から受け継いだ文化伝統を守り、さらに発展を図る。 法学部法学科のみの単科大学で規模も小さいため少人数授業を軸としたクラス担任制を取り入れている。日本文化史、佐道を必修とし法律討論会や模擬裁判といった法学授業や就職支援活動として外部予備校から講師を招く公務員志望者向けの専門講座や模擬試験を1年次から行っている。そのため就職者は公務員、 とりわけ警察官が多いことが挙げられる。警察官を志望する受験生のための栄養入試があるほか、警察学、犯罪心理学といった講座も用意されている。ちなみに、前学長の大森義雄は、鳥取県警察本部長、警視庁公安部長、内閣情報調査室長などを務めた元警察官僚である。五十音順、ありがとうございます。